ひお願いします。パーティーで、はい、はい、今のところはウェーブでやろうかなと思ってるな。ほら、俺何でもいいって言ってるからです。あ、そうなんですか。コーヒーの味の違いっていうこといっぱいあったか、形状とかよりも、はい、濃度変えんのかな、どう出すかみたいな話だけど、ぶっつけさ、何でも俺同じにできるからレシピ調節する。ハリオンしか出せない味とか、カリタしか出せない味ないと思ってるから。何を使うかってよりどう出すかっていうのが大事だと思う。このウェーブのこのペーパーからすごい味が出てるとか、こうじゃないと、まあ、抜けが早いとかいろいろ言うやん。それもなんか抜けもメッシュ調節したら変わるし、入れ方調節したら抜けの時期なんか変わるから、だから何グラム使って何 cc 出して何分何秒出すかみたいなことをコントロールしていけば、ハリオでもベリタでもカリタでもウェーブ使ったら苦味が出るんですとか脂肪が出るんですとか、そういう話なんですよ。それはないと思うんですよ。だからこっちのせいにするんじゃなくて、出来上がった味のイメージを持って、それに合わせるためにはどういう入れ方が必要かみたいな話が重要やと思う。あとはもう気に入ったもん使えば。あ、てかドリップスケール変わりましたね。え、ドリップスケールが変わりましたね。あ、そうそう、どうも純平これがいいです。あ、純平が発注した。赤いじゃなくて全部コントロールできた。あのすごいこだわったお店からなんか取り寄せてるって聞いたんですけど、京都で有名な老舗のコーヒーが欲しくなる。和田さん、大学的にはどうなるんですか。岡部の代表、嵐山店店長兼焙煎師純平です。これに加えて、
あ、大体3種類ぐらい。あ、シングルオリジン。豆のラインナップがかなり増えるんですね。増えますですね。はい。豆屋さんらしくなるかな。結構ロースタリー感が強いお店になる。そうですね。こういう感じで。あー、もう焼いたところとか。通販も始められるって聞いたんですけど。はい、始めます。もうそろそろ始まる。そうですね。まあできれば今年中にやりたいな。あ、今準備中で。でそこでもそのダンディ と、はい、パッターディーとエスメラルドと、はい、その他の3種類くらいと変えるってことです、はい、そうです、あ、全て、はい、楽しみです。もうインターネットからでも世界に発信していく、最近結構いろんなコーヒー屋さんやってますもんね。世界に向けてネットを使ってっていう形で、日本に出ても海外のコーヒーって簡単に手に入るので、そういうふうなこともかなりグローバルにやっていかないと。めちゃめちゃ映える。ね、かわいそう。ありがとうございます。美味しいです。よっしゃ。感想はなんかあれやな、大思いのほか大事になったなって感じ。大事ですよ。大事やな。おカフェがどんどんでかくなっていきますよ。なんかこんなに大事になるとは思わなかったね。テレビ放送してるね。なんかテレビ放送してるの。あのほらさっきの TBS。 あ、そうなん。今日放送なの。知らなんだ。録画してってお母さんに電話して。ああ、そうだよ、夕方のニュースとかね。切れますよ。ああ、みたい。でも俺なんかすごい適当に喋ってたけどね。だってこれ通販始まったらもっと忙しくなるじゃないですか。通販、通販はまあちょっとここの店の落ち着き加減みたいなものっていうか、まあ状況を見ながらアップしていこうかなみたいな。うんうん。通販始まったら出てまた、はい、うちの通販サイトに、はい、宣伝させてください。カズマのコーナー作るし。カズマックスの YouTuber、 カズマックスのカフェのコーヒー入れてみた、飲んでみた、教えてもらってみた、はい、またあの月替わりぐらいでコーヒー買ったら毎月出てくれたりし。オープンが明後日からでしたっけ。明後日、明日もう一回準備して7月10日から7月10日、10時定休日とかはなし。なし。あ、もう10時5時。